ンセヨンハリニミだ。はい、今日はですねリピなしコスメを発表していきたいと思います。パチパチパチじゃないんだよな。本当にブランドさんには見ないでいただきたいんですけれども、私もこの好きなブランドだから買ったっていう経緯があるわけですよ。もう何言ってもちょっと言い訳みたいに聞こえちゃうんだけど、でもこの商品に比べるとこういう私にはね合わなかったなみたいな、こうねスキンケアとかコスメってやっぱり人それぞれ合う合わないあるじゃないですか。そういうのを踏まえて動画発信したりとかしてるんですけど、今日はこの自我を隠すことなく、もう私は合わなかったよっていう話をねしていけたらなと思います。一人の人間の意見としてね聞いていただけたらと思います。ではね、だらだら喋っててもあれなので早速始めたいと思います。はい、ではまずスキンケアの方からいきたいなと思うんですけれども、マモンドのレチノールアンプルトナーです。これもう本当にね買ったもののこれくらいしか使ってない。正直レチノールが入ってるトナーってのであんまりなかったなって思って気になってね買ってんですけど、あのスキンケアで言うと私脂性肌で結構ね保湿に特化したこう油分多めのスキンケア使っちゃうとニキビができちゃったりとか逆にこう肌荒れを起こすんですね。なのであんまりその油分感の多くないスキンケアが元から好みなのにもかかわらず、このアンプルトナーっていうね素晴らしいあの保湿力のものをゲットしましてあのもう分かるかな、もうとろーってもうとろっトロのテクスチャーなんですね。レチノールの配合量が少ないからレチノールの効果があるないは一旦置いといて、やっぱりこう保湿系のトナーを冬場探されてる方にはすごく良かったんじゃないかなって思います。レチノールとかコラーゲン、ビタミン C、 成分的にもすごくいいんじゃないかなと思いつつ、まあレチノールはそんな入ってないんだと思うんですよ。これパーセントとか書いてないから、まあ私的には重たくて、でもやっぱこうエイジングケアができるような配合の商品になってるので、首とかねに使って量をちょっと減らしつつあったんですけど、最近はネッククリーム別で首専用のものを使ったりとかしてるので結局あまり手が伸びず、まあ、リピはないなという、まあ、そもそも使い切れるかすごく最近心配な商品です。なのでこのマモンドのこのラインで言うとクリーム挑戦したいなと思いました。レチノールクリームの方が多分人気ですよね。私と似た肌タイプのクリエイターさんがおすすめしてたりとかもしたので、そういう商品ちょっと挑戦したいなと思ってます。韓国のオリーブヤングで購入したので、そのレビューをちょっと読みたいなと思います。でもこれにこの隣に関しては韓国だとレビューは400件とかで9点の方がすごくて、私多分9点を見て買った記憶があります。乾燥肌なのでアンプルトナーを使うと肌がこう柔らかくみずみずしくなるので、秋冬春の時期に使うのにすごくおすすめです。 YouTube でレチノール初心者におすすめっていうのを見て買ってみました。刺激感も一つもないし優しいタイプなので初心者にすごくおすすめです。3ヶ月以上使ったのにまだ3分の1しか使えてないぐらいコスパがいいですとか、優しい配合なだけあって効果があんまり感じられなかったですとか、匂いがお父さんの化粧品みたいな匂いがするっていうコメントもあるんですけど、確かにちょっと香りありますね。別に臭くはないけど。続いてのリピなしいきたいと思います。アヌアのドクダミパッドですかね。サイズ感が小さいので、あのパックとして使うにはそもそも向いてないなっていう感じがしました。私的にはこのボコボコした面とサラサラした面があるのであれば、サラサラした面でちょっと肌に置いておけるような使い方のものが好きなので、もう拭き取りだけの用途として使うのであればありなのかもしれないけど、もう最近トナーパッド韓国大人気でたくさん出てるので、こう裏表でこの生地が違うのであればこうパックできるようなものを、そういう商品もたくさんこう展開されてるので、なんかわざわざこの商品を使う理由がないかなという感じで選んでしまいました。アヌアさんは本当にお世話になってるので、もうめちゃくちゃ申し訳ないんですけれども、このパッドに関して言うとそうですね、例えばこれ角質ケアっていう毛穴で言うと、私多分何日か前に上がった動画で紹介してるクレンジングオイルめちゃくちゃ好きで、毛穴用のクレンジングオイルとしてはもうアヌアのクレンジングオイル手放せないんですけど、でも意外にこの商品まだ知られてないんじゃないかなって私思ったのがちょっとあって、このね桃のラインのトナーなんですけど、これめっちゃいい。桃セラム使ったことある方はわかると思うんだけど、こう肌のキメが整う感じ、なんかツルンって、ナイアシンアミドの効果なのかな。桃の成分が 77% にナイアシンアミドも入ってるしセラミドも入ってるっていうね。テクスチャーは少しとろみあるんですけど、顔の上でベタベタ残る感じはなくて、なん
なんだろう、この肌のキメが本当に整う、柔らかくなるっていう表現が正しいのかな。アナの方曰く、社内ではこれもメイクのりが良くなるトナーっていう感じで人気らしくて、で使ってみたら本当に良かったので、アナの商品迷ってる方はちょっとこのトナー一回挑戦してみてほしいです。このパッドのレビュー読んでみたいと思います。でもレビュー見た感じめっちゃいい、星 4.7 とかで、パッドのサイズが最近は大きいものが多い中でちょっと小さく感じます。でも使う上で不便ではなかったです。エッセンスが重くなくてサラッとしてるので軽く使うことができます。パッドは分厚い方でエッセンスがサラサラしたテクスチャーなので、ちょっと最初は硬く感じたんですけど、ドクダミの成分が自分には合っているので使いやすかったです。確かにドクダミ好きな方多いですもんね。ドクダミのトナーね、あれが合ってた方はもしかしたらいいのかもしれない。はい、そしたら続いての商品、ナンバーゼインのグルタチオンパッドとアンプルです。これもめっちゃ人気な商品だから言いたくないこれだから出始めの時に私も韓国のオリーブヤングで購入したものなんですけど、買えなかったのよ。なんかめっちゃ売り切れてて、もうナンバーゼインって韓国でも人気もすごすぎて買えないんですよね。でオリーブヤングでやっとうわ見つけたと思って買ったんですけど、結局この5番のラインって美白じゃないですか。でしっかり保湿もしてくれるので、やっぱ乾燥肌向けな気がします。テクスチャー的にも本当にねとろーっとしてるんですよ。これ使うと私はニキビができちゃってな感じで、でベタベタしないって言ったら、まあ、嘘になるんじゃないかなって思うぐらい、まあ、保湿力って感じ。秋か冬の時期に販売されたと思うので、まあ、その時期は確かに使いやすかったのかもしれないですね。でパッドがねこんな感じで、もう新しいですよね。グルタチオンフィルムパッド、こんな感じでフィルム素材になってて、こっちがサラーとしてて、こっちがザラザラした感じ。ザラザラした面で拭き取ってもいいし、パックにもできるっていうやつなんですけど、でもこれエッセンスもねとろっとしてて、好きな方は好きだと思います。でも私的にはやっぱテクスチャーの問題なんですよね。あとビタミン C とグルタチオンが配合されてると思うんですけど、ビタミンもグルタチオンもそんなどっちの配合量もそこまで高くないと思うので、私はもう美白ケアするんだったら部分的にもビタミン C 高配合のやつを塗ってあげたりとかするケアを使うことが多いので、なんかあんまり使わなかったアイテムです。テクスチャー的に自分の肌に合わなかったかなって感じ。でもそれを超える美白効果を感じれたらずっと使い続けるんですけど、そこまでの効果がなかったので、まあ、デイリーで使えるアイテムにはまあ至らなかったなという感じです。正直すぎる。でナンバーゼインの商品で私が大好きなのはこちらですね。4番のパックと、あと1番のトナーとトナーパッドと、最近クリームも出ましたよね。でクリームはまだ使えてないんですけど、1番のラインもめっちゃ好きです。地下の鎮静のラインと、あとこの4番のパックがめっちゃいいんですよ。肌の温度を下げてくれるクーリング系のパックなんですけど、1枚1枚のデイリーパックよりも肌の熱感を下げてくれるのをめちゃくちゃ感じれるし、冷蔵庫に入れてなくてもひんやりしてるので、なんならこれからの時期めっちゃ使いやすいと思います。こう気温が上がってくる時期、顔がちょっとほてりやすい方とか、顔赤くなりやすい方、すごくおすすめです。このパックパッドとアンプルをもう6回ぐらいリピートしてます。顔が白くなったって言ってもらえることが多いです。パッドの素材感に刺激がなくてよかったです。5番のアンプルとグルタチオンパッドを一緒に使うことで色素沈着が薄まりました。効果が現れたので満足です。なるほどね。ちょっと待って、これ見てると使い続けたくなるね。意外に効果実感してる人が多かったので使おうかな。やばい、なんか変な汗出てきた。そしたらここからコスメ紹介していきます。まず一つ目がデイジークのコンシーラーです。これ伝わるかな。うわ、こことか伝わると思う。ここ見てください。汚いんですけど、水滴ついてるの分かりますか。今日またちょっとマシですけど、これひどい時もすごいんですよ。こっちに関してはね新品です。カラー違いの方は使わずに新品なんですけど、ここに水滴あるの分かります。この水分を拭き取って内側からね取って使ってあげると問題はないと思うんですけど、最初はよく使ってたんですけど、もっといいものに出会ってしまってあまり使わなくなったので、まあ、リピはないかなということで選びました。個人的にはおすすめの動画でも紹介しましたけど、ルナのこのパレットがすごく良かったのでこちらをおすすめしたいです。デイジークはコンシーラーとあとリップライナーも微妙だなって思っちゃいました。デイジーク好きでチーク、アイシャドウ、リップとかこういろんな商品を試す中で、デイジークが好きだからこそリップライナーとパレットは個人的にはうんって感じでした。リップライナーはねスーってかけてすごくいいんですけど、色が明るくて唇にあんま馴染んでくれなかったんですよね。ハートパーセントとかは
まあ、書き方、書き心地としてはほぼ似てるんですよ。クリーミーな感じで。カラー感が濃いめなので、自分の唇に馴染みやすい。こんなだって薄い唇の人なかなかいないじゃないですか。うん、なんかかなりデイジューか白っぽくなってしまうっていうので、色味的にはあんま使わなくなりました。クリーミーなこういう塗り心地がいいのであれば、ハートパーセントがおすすめですし、ペンシルタイプであればクリオのリップペンシルがおすすめです。ちょっとここからは申し訳ないんですけど、悪いレビューを読んでみようかなと思います。乾燥肌の私には全く合いませんでした。マットなので自分の肌から浮く感じがあった。乾燥して角質が目立ちます。乾燥系の良くないレビューが多いかなと思います。そしたら続いてのリピなしなんですけれども、こちらの無地毛マンションのハイライトです。なぜかというと、私これ買った時割れて届いたんですよ。オリーブヤングのオンラインの方で注文をして、届いたら割れてて返品して再配達してもらったんですけど、その商品を、まあ、日本に持って行ったりとかしたのもあるんですけど、またね、こう見えますか、ここ割れてるの。私これ日本に持って行って持って帰ってきたら割れてたんですけど、別に他の商品とか割れてないので、まあ、割れやすいから、もう色とかめっちゃ可愛いのよ。発色とかチヤンってしてて、ハイライトとしてはめっちゃ可愛いんですけど、割れると良くないよね。しかも皆さん多分オンラインで注文されるじゃないですか。まあ、割れやすいっていうのはかなり短所だと思います。多分動くんですよね、この、なんかこの中で。でも無地毛マンションの中でやっぱり韓国だとハイライトが一番人気あります。まずハイライト自体の持続力はすごくいいです。あ、でも割れて到着してまた新しく送ってもらったんですけど、それもあんまり気に食わなかったみたいなので、多分もう本当に割れやすいんだと思います。本当によく割れる。もう絶対に持ち歩かないでくださいとか書いてありますね。やっぱり星1の人見たらみんな割れてるんで、本当に割れるんだと思います。あ、もう写真のレビューがもう全部割れてるやつですもん。割れた写真とか、こうもう剥がれちゃったやつとか、いやもう多分割れやすいんだと思う。本当に欲しいのであれば、韓国のオリーブヤングとかに行かれる機会があれば、その時にも店舗で買うのをおすすめします。そしたら続いて、ウェイクメイクのウォーターブラーリングフィクシングティントです。これは私8番のカラーを買って、これ本当に落ちないんですよ。皆さんマスクにつかないとか、ご飯食べて持ちにくいリップとかを探されてるのであれば、こちら本当に落ちないんですけど、落としたい時にも落ちてくれないです。リムーバーとかつけてオフしたいって思っても、角質の部分っていうか、この内側とかは本当に落ちなくて、もう一生ついてるんで私はそれが嫌なんですよ。やっぱりリップって何回も上から塗り直したりとかするので、重なって重なって色が濃くなるものがあんまり好きじゃないんですね。落ちる時に落ちてくれないと、その上から塗ったらまたどんどん濃くなる一方じゃないですか。なのでそれが苦手なんですけど、でカラーはこんな感じのカラーです。8番、私カラー見ずに、なんとなく8番のカラーがネットで可愛いなと思って買ったから、もしかして他の色、薄めの色だったらマシなのかなと思って、オリーブヤングの店舗でこうやって発色ちょっと見てたんですけど、他のカラーはもっと赤かったりオレンジだったり発色強いものが多いので、意外にこれがね濃くないんですよね。なのにその発色なので、もうリピはないかなって感じ。他のカラーがもうちょい薄めのカラーとかがあればリピしようかなと思ったんですけど、これはうんって感じ。マット系のこう密着力高いものでおすすめなのが、エチュードのフィクシングティントと、あとミュードのソフトブラーティント。ミュードはこんな感じでブラをかけながら、かります、密着もしながらね。でもオーバーリップとかした時にもすごい可愛い、こういうふわっとした塗り心地です。可愛いんでしょこれ。このね、手についた残りとかでチークにポンポンポンって重ねてあげても可愛いと思うし、あとこのエチュードのフィクシングティントはなんかめっちゃ太陽につくので量調節をしないといけないんですけど、これもこんな感じでマット系です。私今この18番のカラーを塗って上からグロス塗ってるんですけど、そんな感じでベースとして使いやすいカラーになってて、でこれも時間経つとピタッと密着してくれるのですごくおすすめです。ぼかして塗ったらこんな感じで、ブルベさんが使いやすいカラーで可愛くないですか。この辺の方が私的には着色がずっと残る感じもないし、色が重なって暗く濃く見えるみたいなのもないのでおすすめです。でもこういうのも結局好みなんでね。これレビューめっちゃ多いわ、このティント。しかも星も 4.7 とかある。星1のやつ見てみたいと思います。商品ページのカラーと全然違う。確かに私もだから8番見てブルベっぽいカラーかなと思って買ったんですけど、塗ってみるとなんか秋っぽいレッド系のカラーに
濡れたので、確かに。あとこのパッケージのキャップの部分が変わって液漏れがすごいですっていう意見もあるんですけど、私は今のとこ大丈夫ですけど、もうちょいこれは調べた方がいいかもしれないです。続いて最後の私のリピなしなんですけれども、こちらもリップですね、はい、こちらのロム&の、リップバームです。ロム&もなんかリピなしでよく登場しすぎててもう言いたくないんですけどこのリップバームは最初買った時はツヤツヤでいいなって思ってたんですよ。でも使えば使うほど、なんかこのツヤってより、なんて言うんだろう、ねっとりした感じ、こうやって見るとすごく綺麗なんですけど、なんかベタベタする感じがどんどん徐々にひどくなってる気がして、なんかベタベタするっていうのが率直な意見です。私これ多分全色買ってて、まあ多分この後ね何色か展開されてるんで、もっと今数多いと思うんですけど、最初に出た既存の5色のカラーを持ってるんですけど、この後に出たグロスがおすすめです。グロスも韓国で発売されてから結構経つのでずっと使ってるんですけど、ベタベタする感じは全然ないし、最近フィーからグロスまた出たと思うんですよ。でフィーのグロスも同じぐらい、てかそれよりさらにベタベタ感がないっていうレビューを見かけたので、ツヤ系が好きなのであればバームじゃなくてロム&のグロスとかフィーのグロスを買うのがいいんじゃないかなと思いました。ツヤもさらにみずみずしくて綺麗だし、カラーもこういうねバームみたいな感じで透明のグロスじゃなくてカラーが入ったグロスなので、ちょっとグロス最近韓国暑いのでバームよりグロスタイプの購入がいいんじゃないかなと思います。これもレビューめっちゃ多くていい感じだけど、1の悪いレビューをね頑張って探します。ベタベタ感がすごいです。水分感がなくて持続力は良くない、角質が目立つ。リップバームなのに角質目立ったらもう終わりな気がしますけど、でも確かになんかみずみずしくなくなってちょっとテクスチャが重くなってくるんですよね、最初使った時より。だからこの角質っていうか唇ってこう縦じわとかあるじゃないですか、その内側にこう入り込んでこう平らにしてくれるっていうよりは、なんかムラができるみたいな感じで、角質がこう乱れてる時とかだったらそれがこう角質が目立って見えるような気がします。グロスの方がもうちょいこうふわーっと埋めてくれるような印象です。水分感っていうより蜂蜜を塗ってるような気分です。やっぱちょっと重く感じるみたいな人が多いのかなって思いました。はい、こんな感じで今日はまあリピなしということで、少しきつめな意見を言ってみたりとか、良くないレビューを読んでみたんですけど、いかがだったでしょうか。一人の意見として参考程度に聞いてほしいなと思いました。私目変わりの期間すごく動画上げてて、半分ぐらいは取りだめをしてたんですよ。毎日投稿はしたいと思いつつ上げれる自信がなかったので取りだめてたんですけど、目変わりの2日前ぐらいに登録者10万人を突破しました。ありがとうございます。この動画はねその突破してから撮ってるので、初めてここで10万人突破について触れてるんじゃないかと思うんですけど、もう本当にありがとうございます。嬉しすぎて9999人の画面を見ながらやばいやばいやばいってなって、あもうダメだ見れないと思って、なぜかその画面閉じて、で次に YouTube 入った時には10万1人になってて、うわぴったり10万人を私は見れなかったんですけど、もう本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、特に10万人になったからって変わることはないんですけど、これからも頑張って動画投稿続けていこうと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していってくださると嬉しいです。あとコメントとかね全部見てるので、コメントもよろしくお願いいたします。では今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。